えー、はっしーです。えっと、もう一本だけちょっと動画撮っときます。えっと、ちょっとまだ基本に戻ります。えっと、今日ちょっと、あの、ご相談の電話がね、あの、3件ぐらい入ってきたわけなんですが、えっと、まあちょっと、そのうちの2件が、えー、まああの、要は今後どうしたらいいですかと、まあ内容については言えませんが、 そういった内容でした。で、僕に対して、どのように、えー、すればいいですか。どう思われますかというような、えー、まあお話でした。で、えっと、もう一回言います。え改めて、もう一度、原点の話をします。えっと、もう、えー、悩みうん。こういったことは、えー、もう、あの、他人に聞いてもダメなんです。はい。 例えば、それがシャーマンとか、例えば沖縄で言えばウミンか、ュとか、まあ、いろんな、ね、霊能者、そういったところにお話を聞きに行く、ご相談に行く、ご意見を求めに行く、うんまあ、その中にはね、5万払うんだか10万払うんだか、まあ、とにかく高額なお金を払って、そしてご相談に行っているというのが今までの考え方だったのかもしれません。し、えー、しかし えー、はっきり言います。本当に、えー、悩みを解消する。本当にね、自分の人生を、えー、幸福の道へ大転換する、えー。そういったことは、もう外には答えはないんです。ない。このことをもう一度明確に、えー、この YouTube を使って、えー、配信したいと思います。で私は常々、ねえー、先進という言葉を使います。 えー、御見磨きでございます。えー、そして、えー、先進の中の、まあ、ちょっと、えー、ぜひ、えー、やってはいけないこと。うん。度、えー、の心というのがございます。この心を起こしてはならない。えー、今から言います。えー、妬み、そねみ、うらやみ、呪い、怒り、不平、不満、の、えー 咎めの心、イライラする心、せかせかする心、心配心を起こしてはならない。この感情があるうちは、悩みはなくなりません。このご法度の心が一切なくなった状態のとき、初めて神を体験できます。 正しい神を体験できます。えー、俗に言うチャネリングとかね、シャーマンとかいろいろいます。え、いろんな神がささやいてくる。え、いろんな宇宙人が、えー、あなたに、えー、もっともらしくささやいてきます。えー、私は神だぞとか、ね、いろんなことを言って、俺の言うことを聞けば大丈夫だとか言いながら、 えー、皆さんに忍び寄ってくるんです。全てこれは、えー、禅の仮面をかぶった悪でございます。えー、本当の、ね、無償の、えー、全知全能の神は何も答えてはくれないんです。なぜってそれは全てがみんな自由意志だからです。全知全能の神はそのことを知っているので、 えー、分け見たまである私たちの自由意志を全て尊重するんですだから、えー、自分の内側から、ねえー、答えを見いだすしかないんですこの行為をした時内観がしっかりできた時サニワがしっかりできた時そしてご法度の心が一切なくなった時にその時に起こる、えー、神の声、うん 天の声、何でもいいです。その時のわ降って湧いた直感。これが本物です。これをぜひ皆さん対応あの体感なさってください、えー。ぜひ経験なさっていってください、えー。こればっかりはね、もう誰も助けることができませんあの。アドバイスはいくらでも僕します。やり方もお伝えします。すべて僕はあのお伝えします。けれども、最後、 それをやるやらないは全部皆さん個人がやるんです。このことだけ、このことだけぜひあのご理解ください。よろしくお願いします。まあ、短い動画ですけども、とても大切なメッセージだと思っておりますので、2度も3度もこの動画、えー、繰り返しあのご覧ください。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。